皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回は、ゼルダの伝説、神々のトライフォース攻略の、第14回目になります。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙でお送りするぜ。前回は、第6の迷宮である、悪魔の沼を攻略しました。ウィズローブやら、爆弾なめくじやらが鬱陶しくて、苦労させられたな。ですが、その後、ピラミッドにあった不思議の泉で、マスターソードがレベル4に、さらに銀の矢もいただいてしまいました。なんか、一気に終盤って感じになってきたな。そして今回は、ゼルダ姫が捕らえられている、亀岩に挑みます。トモキは無事、ゼルダ姫を救うことができるのか？それでは第14回。始まり始まりー。それでは亀岩に向かいたいと思いますが、亀岩はデスマウンテンだっけ？そうです。そのデスマウンテンとこちら側のヘブラさんですが、まだ探索してないところもあったんですよね。確かに以前途中で切り上げてたもんな。まずは周辺の山の探索から行いましょう。まずは魔法陣から闇の世界へ。このすぐ下のところ。お、下に何かありそうな。行ってみましょう。お、これは。ハンマーがなければ通れなかったところですね。それに、ここはマジカルマントがないと厳しいだろ。薬で強引に突破もできるかもしれませんが、うちらはマントがあるので、普通にこれで行きましょう。いや、結構長いぞ。マントがないとさすがに厳しいでしょうね。しかも最後にこんな意地悪が。さて、中身は？バイラの杖を手に入れた。一振りすれば、光の帯が、身を守ってくれるぞ。バイラの杖か。この杖を使っている間は、敵の攻撃から無敵になるようです。マジックマントとの違いは？消費する魔力が少ないみたい。じゃあ、マントの上位互換なのか？いいえ。床のダメージなんかは、防いでくれないみたいなのよ。へぇ。ちょっと試してみましょう。いてててて。やっぱトラップによるダメージは防げないのか。うまく使い分ける必要がありそうね。で、帰りは？しょうがない。青い薬を使うか。高くついちゃったな。やってきたのは、ヘブラさんの東側。壊れた橋を、フックショットで渡ったところだな。実はここにも、魔法陣。ここから闇の世界、デスマウンテンの麓に行きます。入るのは、ここの洞窟。上にも続いてるな。ここは階段の方へ。あ、ここから落ちるしかないのか。さっきの分かれ道を行くと、通れなかったわけです。なるほど。ここは、左の階段を上がるしかないわね。今度は右の穴に落ちるしかないと。これで右の階段を上がれます。そして、一番奥の穴に。なかなか複雑な迷路だな。奥に何があるか楽しみね。あ、外だ。山頂に出るのか。他のルートからも来れたかも。ま、いいじゃないか。早速降りる階段発見。で、降りないと。ちょっと周りを見てからね。お、こいつ、前作にもいたやつか？ライネルね。今回は、炎を吐いて攻撃してくるようね。これも盾が効かないのか。そんなんばっかし。さっき見つけた階段を降りましょう。ここは、フックショットの出番かな？
50ルピーか。む。50ルピーだな。むう。仕掛けが大掛かりの割に、お宝はしょぼいな。まだなんかありそうなんだけどな。あ、向こうに道がある。じゃあ、渡る方法があるはずだ。ちょっと待ってね。どういうことだ？ここに見えない道があるってことよ。おお。どうした？いや、ああ、やっぱり。そう簡単には渡らせてくれないな。確かな筋の情報によると、エーテルの魔法で一瞬見えるようになるとか。ならないな。あれ？こんなんかんよ、かん。結局それか。真ん中に穴があるから、ちょっとそれて。ああ。でも、なんか惜しかったな。ここで、こう。でもって、こう。お？いけた。よくまあ。まあ、心理戦の初歩ね。何回も落ちてや、そりゃわかるだろ。ここも、壊せそうね。妖精の泉か。落ちてダメージ食らったから、ちょうどよかったわ。左側も壊せたな。ここもかな？こっちは小妖精だったか。さて、この先は、どこに繋がってるのかな？あれ？ああ、なるほどね。ここに何かあるのか？ここで光の世界に戻れば。あ、そっか。なるほどね。よーし。ハートのかけら、23個目、取ったどう？ハートのかけらも、そろそろ終わりかな？もう一個、どこかにあるはずよ。それで最後ね。もう、ほとんど探し尽くしたと思うんだけど。この下には、まだ行ってないでしょ。あ、いかにもな洞窟が。なんとか行けないもんかねー。一旦諦めて、亀岩の元へ。おお、まさに亀岩。多分、あの上のところから入るんだと思うけど。魔法のマークもあるな。これはあれかな？光の世界から来るやつかな？その可能性はあるな。確か、この辺りに、同じような高台があったはず。一応、ここら辺も調べて。どうせなんもないぞ。まあ、そうなんだけど。うわ。びっくりした。小金はいいから、光の世界に戻るぞ。はーい。確かここだったと。亀岩と同じ場所だよな。そのはずよ。いかにもなく杭が3つ。叩いてみましょう。あれ？絶対これだと思ったんだけどな。画面を切り替えて、もう一回やり直し。今度は右から。お。音が出るわね。おお。順番があったのか。焦らせないでよもう。よし、亀岩の上に出たぞ。このマークは、シェイクかしら？シェイクシェイクシェイク。そんな呪文なんだ。入り口そっちかい。よく見たら、こっちは入り口じゃないもんね。と、いざ、亀岩へ。あ、いきなりヒントがある。ともきよ、魔法の薬は持っておるか？薬がないのなら、先へは進まぬことじゃ。随分な、念の入れようだな。ま、一応、緑の薬は持ってきたけど。まあ、これだけあればいけるだろ。マリサのお墨付きももらったし。うむ。行ってみよう。あら、いきなり回復。サービスいいな。で、これは？これは、こう。おお。なんか、思ったよりでかくない？足場になるときは、このサイズみたい。へえ、ご都合主義だな。マリサ。失礼しました。では、この足場に乗って移動していきましょう。
まずは右から行ってみようかな。大したもんはなかったな。じゃあ、ここで途中下車と。あれ、絶対明かりを灯すやつだ。なんかめんどくさそう。ああ、4つあるのか。ファイアロッドに持ち替えてと。ほい。で、こう。こう。よし。うまいこと言ったな。まあねえ。ええー、そっか、火を灯すだけじゃダメなんだ。扉が閉まる前に隣に行かないと。難しいじゃんよ。試行錯誤の結果、さっきと逆向きに進めばいいのでは？と思い、このように。これならいけるか？よし急げ。セーフ。そしてまた、凶悪な仕掛けが。あんなん、当たったら普通は即死だからね。慎重にクリア。よし、マップ。今回は早めに手に入れられたな。一階は、あと少しね。地下一階は広そうだぞ。何気に魔力を使ってるな。さっきの灯籠ギミックが、なかなか決まらなかったもんね。おや？あ、ちょっと待って。確か、ここで待てばいいのよね。おお、なんてお手軽な。視聴者さんありがとう。うむ、ご苦労であった。なぜ偉そう？あら、一匹だけ？寂しいな。魔力回復は嬉しい。あとは特に仕掛けなしか。あとはこの奥ぐらいか。なんだ？ホックボックというらしいわ。うわ。多分、だるま落としの要領で、一つずつ倒せばいいんだろうけど。落とした方も攻撃してくるな。意外と厄介だわ。いかんか。なんとか撃破。あ、ワンワンがいる。こちらではケルビンというらしいわよ。どちらにしろ凶悪だな。どうしたもんかしらねえ。ダメか。決死のダイブ。ああ、鍵がない。ダメじゃん。ということで、先に下の方を探索。なんか怪しいな。コンパスか。鍵はどこよ。一階は全部見たけどな。どっかに見落としがあるのかな。とりあえず、もう一度見直しを。うお。出口がない？どういうことだ？あ、下を向くと開くんだ。上を向くと閉まる。ってことは？こういうこと、か？おお。まあ、いろんな仕掛けを考えること。感心しちゃうよほんと。あとは鍵を見つけないと。やっぱここよねー。うん。ダメか。あとは。ここら辺に、なんか。あ、あるじゃん。早く気がつけって、そっちこそ。多大な犠牲を払いつつ、一階層を突破。ライフがもうないぞ。なんだ、あれ。パイプ、かしら？あれに入れってか。私、暗いのも狭いのもダメなんだけど。いいから行けって。あ、いて。
ぶつかってるぶつかってる。ドア。と、ひどい目にあった。かなり乱暴な仕掛けだな。このまま進んじゃって大丈夫かな？はい、選択肢。パイプのつながりはわかんないよな。むう。こっちに行けと言っているような。この先は。なんだ？逃げろってか？そして。おお、うまい。処理落ちしてるんですけど。鍵。で、レーザースト。仕掛けが渋滞してるんですけど。あ、出た。よし、開いた。そろーり、そろり。今度はどこへ行く？宝箱。意外なところで大きな鍵。今回は楽勝だったわね。まだ、行ってないとこが多いけどな。で、こっちに行くしかないと。戻ってきちゃったか。まあいいでしょう。今度は向こう側に入ってみましょうか。さて、どっちに行こうかな。右から行ってみるか？そうね。うわ。大きな城前の扉だな。でも、この上って、さっきの大部屋よね。確かに。先に、別の部屋を見てみましょう。これなら左かな？そうね。ちょっと、壁。え？のわぁ。ちょま。グラディウスかよ。こっち、ちっちゃい子供一人やぞ。殺意高すぎ。ひどい目にあった。おお、外か。ここで、マジカルミラーを使って、光の世界に戻ります。え？迷宮攻略の途中で？ここしかないんです。あ、ここは。どうしても来れなかった岩だな。亀岩の攻略途中にしかここに来れません。へえ、かなりの難問だな。緑コッピは軽く片付けまして。宝箱の中身は？はい、ハートのかけら、24個目。これでコンプリートです。おお。今回は、動画撮影のため、見落としがあってはいけないと思い、要所要所で、攻略サイト様を参考にさせていただいております。何卒ご理解ください。はい、そして亀岩に戻ってまいりました。お、そしていきなり大きい宝箱。中身は、鏡の盾を見つけたぞ。今までの盾では跳ね返せなかった。ビームも跳ね返すぞ。おお、これで壁からのビームもなんとかなるな。ウィズローブの呪文も跳ね返すんじゃない？もっと早く欲しかったよ。あとはここ上に行って。さて、今度はどこへ行く？右と上が壊せそうね。どっちでも良さそうだけど。先に上に行ってみるかな？おっと。あれ？階段。地下1階の、行ってない部屋を先にしたいな。そうよね。戻りましょう。ここを右へ。
これで開かないってことは。よし、開いた。あ、こっちも引っ張れる。このパターンは。どうせヘビ、うわぁ。ちょっとひねってきたか。嫌い。ルピー部屋、というか。罠部屋、かしら？行くのか？そりゃ行くでしょう。ああ、もうやめとけって。なんの根性。今日はこれくらいにしといたるわ。ほどほどが肝心だな。再び地下2階。ああ、ぶつかる。避けようがないもんな。なんか、線路がやけに複雑。おっと、味。ここじゃない。ここら辺のルート分岐がさ、よくわかんないのよねー。中央に島があるよな。あそこが正解ルートかな。お、やっと来れた。正解みたいね。到着。む、壁に霊の目が。ダッシュ。あーれー。見事な初見殺し。とっとっと。セーフ。鍵がないから下だな。ここも、壁ビームがあるのか。しかーし。効かんなー。で、どうやって帰る？あ。違うよねー。ああ。え？なに？あそこへ行くのは罠とか？でも、鍵を見つけないといけないしな。結局行かないといけないわけよね。ダメージ覚悟で行けってか？いや、何か攻略法があるはず。盾を構えたままバックできればな。ダッシュ、ぐは。ここまではいいのよ。そうだよな。こうして剣を構えないと、向きが固定できないから。あ、待った。剣を構えると、盾は？右。そういうことか。ドルアガだ。リンクは左利きだから、盾は右側だけど、ちゃんと右側の攻撃を防げるんだ。ここへ来て、やっとそのことがわかるようになっているとは。やってくれるぜ。外か。マジカルミラーを使ってみましょう。ここの奥には何があるかな？妖精か。ありがたくもらっときましょう。さあ、戻って攻略を続けるわよ。おう。帰りは一瞬。あら、なんかめんどくさいことに。ボス部屋が近いな。さっさと抜けてしまいましょう。臨機応変に対処して、無事迷路を走破。行き当たりばったりとも言う。おっと。いきなりの大空間。そして親切な魔法の王瓶。お、これだけか？凝った演出ね。じゃあ、行きますか。気合だ。こいつはデブロック。まずはファイアロッドで、青い頭を狙います。当たったら、うつべしうつべしうつべーし。色が戻ったらファイア。そしてさらに攻撃。おお、青頭をやっつけたぞ。次はアイスロッドに持ち替えて。
末、油断するな。おう。青と同様に、赤も魔法の後、ひたすら切りつけるべし。おう。やったか？やってない。演出が長いわよ。ツチノコかな？真ん中に、わかりやすい弱点らしきものがあるわね。よし、畳みかけろ。今度こそ、いけたはず。やったー。珍しくスムーズにいけたな。これも、マスターソードレベル4のおかげかしら。ともき、よくここまで来てくれました。やっぱりあなたが、伝説の勇者だったのね。初めて会った時から、そんな気がしていました。ガノンはデスマウンテンの塔に結界を張り、二つの世界の通り道を抜ける時を待っています。ガノンが光の世界へ出てしまったら、もう捉えることは、できないかもしれないわ。でも、この閉じた空間の中なら、どこへ逃げても、必ず見つけることができます。さあ、七つのクリスタルを持って、ガノンの塔へ急ぎましょう。結界は、私たちの力で破ります。ともき、必ず、平和な国を取り戻しましょうね。ちゃんと聞こえたかしら？うん。勇者の行く道が、トライフォースへと導かれますように。というところで、今回はここまでとなります。ついにゼルダ姫を救出できたな。いやー、ここまで長かったわねー。今回は、割とスムーズに攻略できたんじゃないか？意外と、道中の作りは素直だったのよね。後戻りもほとんどないし。ボスも一発でいけたしな。あれは剣をレベル4にしてたのが大きいわね。昔はあれに気づけたのが、ガノン戦の直前だったからね。はるかに苦労した覚えがあるわ。そして、いよいよ大詰めだな。そうです。次回は最後の迷宮となる、ガノンの塔に挑みます。ということは？このシリーズ、最終回となります。いよいよか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。最終回も、ぜひ見てくれよな。それじゃあ、皆さん。まったねー。